えっと、てんちゃんです。元女子の彼女に100の質問をしていこうと思います。はい、今日はね、てんちゃんメインの企画でございますから、すいません、ちょっとね、化粧もしているもんねちゃんとしましたはい、今回はですね、いろんな YouTuber がやっている100の質問っていうのをね、てんちゃんに答えていただこうかなと思っております。はい、僕もね、ネットでね、100の質問っていうのをいろいろ調べたりとか、まあ、それと別でね、あえて多分みんなここ気になってんじゃないかなっていうのをね、入れてみたいとかもしました。なんでもてんちゃんにはね、今からね、バンバン答えていただきたいと思います。質問内容はね、てんちゃん知らないので、ちょっと答えたくないなとかっていうのがあったら、もうそこはもう全然答えなくてもいいので、まあ、できるだけ答えてほしいけど、まあ、無理はせずにっていう感じでお願いします。了解しました。はい、名前はてんちゃんです。年齢は22歳です。身長は154センチ。体重は血液型は B 型。性別は女。好きになる性別は男。職業はダンサー。出身地は大阪。兄弟はお兄ちゃんが一人います。好きな食べ物はエビとポテト。嫌いな食べ物は乳製品、トマト。趣味はサウナ。苦手なことはお化け屋敷今までで一番嬉しかったことはエタマンのご飯を食べること。ありがとう、なんか今までで一番悲しかったことはダンサーのオーディションとかに落ちたこと。一番悔しかったことはさっきのと一緒ですね。あ、うまく踊れなかったり。自分の長所は多分ほんわかしてるところ。自分の短所は優柔不断なところ。口癖は何でしょうか。何でしょうか。浮かびません。よく聞くのは、うん、お腹すきましたっていうのと眠たくなってきましたです。はい、それです。誰に似てると言われますか。おこがましいんですけど、高畑充希さんに似てるとよく言われます。これめっちゃ言われてるよね。結構てんちゃんのことを紹介したりすると、やっぱみんな言うもん、それ、なりたい顔は TWICE のツイ。男になれるなら何をしますか。男性専用サウナに行きたいです発想がサウナ過去か未来ならどちらに行く。未来。よく行く場所はサウナ。さっきてんちゃんがね、大阪出身って言ってたんですけど、大阪でおすすめの観光地は2番。マイブームはサウナです。休日は何してる。サウナです好きなディズニーキャラクターはラプンツェルかな。でもスティッチのモノマネはできます。ではどうぞ。スティッチ。好きなブランドは特になし。好きな芸能人は嵐の大野くん。嵐みんな好きだけど。好きな YouTuber は前はパオパオチャンネルが好きで、最近はパパラピーズとか好きです。てんちゃん元ね、スタバ店員だと思うんですけども、はい。好きなスタバの飲み物はダークモカチップフラペチーノ。好きなお酒はサングリア。好きな映画は嵐が出てる映画。100万円あったら何に使う。貯金。もしも願いが一つだけ叶うなら何を願う。どんだけ食べても太らない体になりたい。地球最後の日に食べたいものは牛タン、エビ、ポテト、みかんです。生まれ変わるなら男、女、元女子、元男子。女かな。好きなタイプはなんかね、大野くんみたいな人が好きだったけど、案外好きになった人が好きなタイプかな。苦手なタイプはちょっと威圧的な感じのオラオラ系の人かな。好きな男性の仕草は腕まくったりする時。嫌いな男性の仕草は運転する姿はかっこいいと思うんですけど、ちょっと俺かっこいいっしょ風が見える人私大丈夫ですか。大丈夫ですここからね、ちょっと恋愛系の質問にね、どんどん行こうかなと思います。あ、やだ。 S ですか M ですか。両方です何カップですか。最近ちゃんと測ってないんですけども、 E はあると思う。 E 以上めっちゃ、ね、でもてんちゃんコメントとかでも結構大きいよねって言ってたよね、うん、撮ってから大きくなったんです。初恋は何歳ですか。幼稚園。めっちゃ人気な子がいて、私もその子が好きでした。初めて手をつないだのは何歳ですか。0歳じゃないですか。生まれた瞬間まあまあしてるファーストキスは何歳ですか。何歳だろうね、3歳くらいじゃない。まあまあと告白されたことはありますか。あります。告白したことはありますか。ありません。できないタイプです。今まで付き合った人数は100万人。嘘です、ほとんどいません現在恋人はいますか。います。
どこで出会いましたか？大阪で出会いました。難波とかだったかな。どっちから告白しましたか？エイトちゃんです。どっちから好きになったと思いますか？私じゃないですかね。うん。ほう、なるほど。そうなんです。エイトとの共通の趣味はありますか？そうなんです。付き合ってて一番嬉しかったことは？一緒にご飯を食べること。日常が一番幸せですからね、はい。一番激しかった喧嘩は？エイト君、今日ご飯作る気分じゃないって言ってたから、私作ろうって言って、何がいいって言って、オムライスって言って、分かったっつって買って帰ってきて作って出来上がって、できたよって言ったら、もうすごい寝てたりしてたから、食べないのって言って、後で食べるって。えっ、私さっきも言った通り、トマトが苦手なんで、ケチャップとか あんまりオムライスとかあんまり好きじゃないから、私も別にいらないしな、食べないのって言って、それでからわーって喧嘩になって、私がビヤーンって言って、そのままクローゼットの隅にうずくまってビヤーンって泣いてたやつです。すいませんでした。すいませんでした。最近喧嘩したことは？私がカニを食べ過ぎました。詳細はこちら。食べ物のことでしか喧嘩しない。喧嘩した時どちらが先に謝る？同じ。一番もらって嬉しかったプレゼントは？腕時計なんですけど、それがエイト君にもらった初めてのプレゼントだったので嬉しかったです。一番もらって嬉しくなかったプレゼントは？はい、プレゼントってたまにゴミを渡されます。嬉しくないです。今欲しいものは？私物欲あんまりないんですけど、なんだろうな、食べても太らない体です。そうです、これから先ももらえないよ。初デートはどこですか？笑いライブに。付き合う前だよね。付き合う前のやつ。エイトとの忘れられない思い出の場所はありますか？初めての夜って話した、泊まったところが思い出深いです。最後はこちらです。恥ずかしいエピソードありますか？全然恋愛のことじゃなくて、あ、何でもいいよ。大阪にいた頃に電車も間に合わないと思って急いでて、翔さんがいるドアの前でもバーンってなって、満員電車の中の人もすごい見てる状況で、でも乗らなきゃと思ってパッて入って、さーって閉められた後のなんかすごい恥ずかしい感じ。あと木に入ってたんですけど穴が開きました。ダメージジーンズになったのね、はい。エイトの前でおならをしたことはありますか？はい。エイトに秘密にしてることはありますか？浮かびませんね。内緒です。エイトに直してほしいところはありますか？正直な意見を。エイトちゃんに、はい、2人のおふざけが発展して、エイトマンがすごい鼻を潰してきます。私は鼻が低いから、低くなるのが嫌なので潰さないでください。すいません。潰した時の反応がね、面白くてね、どんどん低くなっていきます。別れようと思ったことはありますか？ありますね。付き合って最初のことは、私がバカみたいに人見知りなんで全然うまくしゃべれなくて、それでなんかギクシャクして、このまま付き合うのもみたいな話をした記憶がありますね。あの時よく分からなかったよね、本当にね、はい。思うわ、どこからが浮気？気持ち確認できないですけどね、そんなね。浮気されたらどうしますか？浮気する。嘘です。浮気したいと思ったことはある？小野くんとは浮気したいかな。次の質問、小野くんが目の前に現れて付き合おうと言ってきたら？お願いします。あ、じゃあ僕はさよならですか？二股で。すいません。彼氏がバレバレの嘘をついたら？嘘をついたのが申し訳なくなるぐらい純粋な顔して聞く。あ、そうなんだって言って。彼氏の携帯を内緒で見たことはありますか？内緒で見たことはありません。普通に見たことはあります。理想のプロポーズは？普通がいいですね。なんかあんまりにもロマンチックすぎず、さらっと言ってほしいですね。恋人と会う理想の頻度は？週2とかなのかな。どれもいいと思います。嫉妬したことある？あります。どんな時に嫉妬する？女の人とかと仲良くしてたら別に全然いいんですけど、ちょっとくらいは嫉妬しますよね。外見内面どっちが大事？どっちがって言われたら内面ですけど、なんか誰かが言ってたんだけど、内面の一番外側が外面。外面って何？外見。外見みたいなの言ってて、外見も内面の一つだと思います。ちょっと意味わかるかな。元女子と付き合うことへのハンデを感じたことはありますか？別にないと思いますけど。両親は元女子のエイトと付き合ってることを知っていますか？お母さんは知ってますね。お父さんはもともとそんなにいっぱい私喋らないので。何歳ぐらいで結婚したいと思いますか？28ぐらいまでかな。
子供は欲しいですか？絶対欲しいってわけでもないし、絶対欲しくないってわけでもないし、ちょっとこれから考えます。束縛はしますか？束縛はしないと思いますけど、どうですか？しないですね。束縛されたいですか？いや、されたくはないですね。束縛されたらどうしますか？あまりにも束縛されすぎたら苦手になっていくかもしれませんね、その人と。彼氏とはどんな関係でいたい？一緒にいて安らげる関係ですかね。最近ドキドキしてる？してるんじゃないですか。してない？してないか。わかんない。ドキドキ、プクプクはしてる。笑った。理想のクリスマスの過ごし方は？エイトマンと一緒に過ごせれば何でもいいかなって感じですね。甘えん坊？はい、自分が思ってたよりも。彼氏の過去の恋愛って気にする？気にしないですかね、別に。彼氏がいても異性と遊ぶ？あ、私異性の友達ゼロ人なんで。いたら遊ぶと思います。彼氏が異性と遊んでたらどう思う？あ、いいんじゃないですか。愛されてるなって思う瞬間は？なんかなんやかんや何でも分かってくれてると思う時かな。ちっちゃいことで言うと、なんかりんちゃんこれ好きだろうからみたいな食べ物をね。食べ物まあいろいろですけど。愛してるなって思う瞬間は？いつも思ってますよって言ったら寒いですか？いや、全然もう本心を見てください。いつも思ってますよとか言ったら寒いですか？ありがとうございます。寒いですか？みんな毛布羽織ってください。そっちの寒さはないわ。はい、じゃああとね、いよいよラスト3問です。あれ、そんな答えました？はい、はい、エイトに一言。いつもありがとう。こちらこそ。自分を一言で表すなら？第一印象陰キャ、実はあたおか。最後の質問何か？これ分かりません、全然。じゃあ最後の質問、はい、見てくれてる方へ一言。わー、YouTuber っぽいですね。どうぞこれからもエイトマンをよろしくお願いします。なんかすいません、てんちゃんよろしくお願いします。はい、以上です。あっという間。あっという間だった？うん、面白いね。なんか面白かった。えいじゃあ、いやー、なんかね、僕も知らなかったことまでちょっと知れたから面白かったなと。動画見てくれてる方とかでもさ、まあ、てんちゃんの生態ってどんな感じなのみたいなさ、気になった方もいたと思うのでね、まあ、今回のこの100の質問で、あ、こういう人なんだ、あたおかなんだっていうのだけでもね、覚えていてもらえたらなと思います。ということで、まあ、皆さん今後とも何卒元女子カップルをよろしくお願いいたします。そしてぜひともチャンネル登録もお願いします。えっとルンちゃんです。でしたでした。バイバーイ。これ辛くなる、どんどん